第2位です。どうぞ。2位の試合はこの試合です。 WBA、WBC、IBF 世界ヘビー級の王座統一戦、7年ぶりに3団体王者、統一王者が誕生するかという試合でした。イベンダー・ホリフィールド対レノックス・ルイス、第2戦の方であります。浜さん、これは間違いなくいい試合でしたね。私はこの試合1にしましたけどね。ああそうですか、はい、あれ浜田さんの意見って結構反映されてなかったかもしれないです。今年は困ったもんだな。ああそうですか、ね、まあ、中身入っていきたいと思いますが、これは浜田さん、はい、第一戦を踏まえて当然両者ともですね考えていったんですが、はい、どういうふうに 見ました浜田さん的に。まず変わるのはルイスかなと思ったんですけどね、はい、ホリフィールドの方が前回以上にもっと内に出たという状態ですね。さすがホリフィールドという感じしましたね。いや本当さすがというふうに頭下がりましたね。会場 もう大興奮でありました。もちろんラスベガスで行われていますトーマス&マックセンターです。そして第7ラウンド、このラウンドはホリフィールドが取ったラウンドなんですが、このラウンドの、まあ、優勢に進めてルイスずいぶんダメージあったんですね、最後のパンチ、これが一つの勝負どころでしょうね。もう徹底的にルイスは入ってくるところカウンター狙いという感じで、聞いてたんですよ。あ、なるほど、ね、もうルイス切ったんですね、しかしこういう2人の流れ方だとホリフィールドはここまででしょうかね。いや、もう一歩いけなかったでしょうかね。もう聞いてましたからね、そこで顔面に一発いいのは入ればという感じがあったんですけどね、あと一発だったんでしょうかね。そこでやっぱりルイスこれですね、この右アッパー。8ヶ月間を置いてのこの再戦、この右アッパーはやっぱり再三狙ってる右アッパーですから ねここでホリフィールドまたいけるかなという感じやったんですけどね。まあ、この辺の攻防っていうのはですねホリフィールドの真骨頂って言いますかね、自力を発揮しましたね。もう実際並んでみると体格差もう二回りぐらい違いますよ。はい、とホリフィールドはもう左突きながらもう正面から入っていきますね、はい、その勇敢さにみんな打たれるんですよね。そうですよね。この試合というのはお二方の採点がぴったりと一致した試合でありました。まあ、そういう意味では珍しかったですね、まあ、見る角度あるいはその人によって採点違うんですけど、私と浜田氏の採点あの時は本当に一致したんですね。ジャッジの中の人も確かそうだったんじゃないでしょうかね。そうですね、ピタッと一致した方が確かいらっしゃったと思います。この辺ぐらつきながらも浜さんホリフィールド前行くんですね。本当ですね、まあ、この姿を見ると、まあ、あの大試合ですけど勝たせてあげたいなというふうにも思いましたけどね、このどうしても半眼引きというかそういう風にね、いやこのふらつきながらでもですねやっぱり前へ前へやっぱり気持ちが出てるのが伝わりましたからね、11、12でややホリフィールドですね疲れたんですよね、はいはい、まあ、前半のややオーバーペースのためでしょうけれど第1戦と比べてですねホリフィールドは調子良かったですよ、はい、で私のまあ感じなんですけれどレノックス・ルイスは1戦目の方がよく左は出てたようなもんですね。ところがこの試合では作戦的にそのカウンター戦法が功を奏しましたよね、ホリフィールドがより出てくる分そのカウンターが有効だった、そのカウンターのために勝てたっていう感じがしますね。ここで試合終了です。非常に試合後レフェリーが分けたんですが対照的な表情をしていました。この通りの結果が出てきます。
in favor of the winner and the undisputed heavyweight champion of the world, Lennox Lewis。 レノックス・ルイスが統一チャンピオンになります。7年ぶりにこの3団体の王座が統一されました。感動が蘇ってしまいますけれども、ね、あのリマッチということで Search for the Truth というタイトルだったじゃないですか、はいはい、そのタイトルを もう超えてしまう素晴らしい試合でしたね。いい試合でしたよね、浜田さん、はい、このやっぱり2人がいい試合をしないとこういうね、今言いましたように素晴らしい試合、超える試合というのは出てこないですね、なかなかね。まあ、やっぱり2人がやることですからね。そしてお客さんが珍しく、まあ、珍しくというのが本当に一体になったような試合でした ね両方との応援団が両方に、拍手を送ったという内容だったと思いますね。あの小泉さんはどう捉えました？非常にあの第一戦を見てるだけにこの第二戦の内容の良さがよりこう肌に伝わってきたんですけれども、私は第一戦もいい試合だったと思うんですよね。もちろんそうですね、あの、まあ、判定で論議を読みましたけれど、試合内容自身はいい試合だったと思うんです。ただこの試合はその伏線を受けてですね、その両者がですねどういうふうにその攻防を展開するかっていうところに興味ありましたね。で、まあ、ホリフィールドは敗れましたけれど、ホリフィールドっていうのはやっぱりその観客をですねなんか胸熱くさせるようなものがありますね。やっぱりあのスーパーチャンピオンと言ってもいいでしょうね、うん、特別パンチがあるわけじゃないし、そんなに体に恵まれてないところがですね精神力すごいですよ。それで肉体的な耐久力タフですね、はい、だからレノックスリスのいいパンチも食ってたんですけれど、それ耐えて前へ出て攻め抜いてですね、それで敗れましたけれど、まあこの試合はすごい試合だったです、うん、まあ、現場で見てて本当に胸が熱くなりましたよ。そうですね、はい、あのよくあのこれはライブでリングサイドで私たちいたんですけども、はい、よくあの帰ってきて VTR チェックするんですが、うん、実際よりもいい試合っていうのがあったりとか、うん、はい、やっぱりこっちのがいい試合っていうのがあるんです、うん、この試合は私はですね現場で見てたのがすごい迫力あったと思うんですよ。あのライブの終わりにこの迫力使わったでしょうかって確か聞きましたよね、はい、あの見て帰ってきたんですもっとすごかったんですよ、羨ましいような気もしますけれども、ということでね、2位でした、はい。